越しくださいまして誠にありがとうございます。お天気の方がね心配でしたけれども、なんとか持ってくれるかもしれませんね。本日最後のステージです。中島遥香さんのステージ、どうぞごゆっくりとお楽しみいただきたいと思います。それでは大きな拍手でお迎えください。お願いします。皆さんにお届けできたらなと思います。ちなみに1時のステージ見ててまた来たよって方、あーちょこちょこいてください。そうですよね、もうそうですよね、もう先ほどフライヤーとかも配らせてもらったんですけど、また来ていただいて本当にありがとうございます。で、今日がというか今が見るの初めてだよって方はぜひ覚えて帰っていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、私はシンガーソングライターとして歌を作って自分で作詞作曲をして歌わせていただいているんですけれども、まあね、ちょっと自己紹介がてら、まあ、ここに来るのも初めてなので自己紹介がてらちょっとカバーの曲を多めに今日はお届けしていきたいと思います。そしてまあね、私結構いろんな曲を歌うんですけれども、まあ、皆さんにとってすごく懐かしいなって感じるような、で知らなくても、あ、この曲なんか聞いたことあるなって、世代ではないけど知ってるみたいな曲をちょっとギュッと集めて、今からメドレーとしてお届けしていきたいと思うので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それではお願いします。ミュージックスタート。さあ、ちょっとお天気が心配ですけれどもね、この曲でジメジメを吹き飛ばしていきましょう。青いサンゴ礁、
走り
メドレーでお届けしました。知ってる曲あったよって方、はーい、手挙げて、ありがとうございます。でもね、知らない曲もあった方もいるかもしれませんが、一緒に手拍子して盛り上げてくれて本当にありがとうございました。ではここで、まあ、さっきもねちょっとやったんですけれども、まあ、チャチャタウン小倉初めて来させていただけるということなので、今日という日を記念として、私から皆さんにプレゼントをしたいなと思いまして、それをじゃんけん大会で、はい、じゃんけん大会をしてゲットしていただきたいと思うんですけれども、はい、ありがとう。と、あの一時にね、あの参加していただいた方もたくさんいると思うんですけれども、またじゃんけん大会やりますので、ぜひぜひ前の方に来て一緒にじゃんけんしていきましょう。そして今回の、ありがとうございます。今回のじゃんけん大会の景品はこちらですね。こちらにある、向こうにあるね、向こう側にあるカルディさんで買ってきたハリボー3つ、イエーイ。ハリボー嫌いな人なんていないんじゃないかしら。はい、ということでこのハリボーのお菓子をかけて、じゃんけん大会をしていきたいと思います。それではじゃんけんしていきましょう。ハリボー欲しいか、イエーイ。みんな集まってきましたね。どうぞどうぞ来てくださいね。それでは早速じゃんけんしていきましょう。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。グーか、グーの方、チョキパーの方はごめんなさい、ごめんなさいですね。いいですか、グーの方だけ残ってね。ではいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。アイコの方、そして、チョキの方、残念、パーの方のみとなります。あ、すごい、あ、結構減ってきたもん。パーの方、今勝ってるよって方手挙げてください。あ、前の方に来ていただいてる、ありがとうありがとう、あ、ありがとうございます。では行きましょう、もう一回。最初はグー、じゃんけんポン。あー、結構減っちゃった。みんなチョキだったの。グーの方はいますか。はいはい、あ、はい、はい、グーの方、え、グーの方、あ、そしたらグーの方、あ、いらっしゃった。じゃあグーの方ちょっと前の方に集まってきてもらってもいいですか。グーの方、待って、一人違うのかな。え、一人まあいいや、とりあえずじゃあ一人、あの、勝ち残ったということなので、はい、じゃんけん大会、とりあえず一つこちらカルディで買ってきたハリボーをプレゼントさせていただきます。ありがとうございます。参加とても嬉しかったです。頑張ります。ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、本当ですか。てか、ちっちゃいって言ってくれました。ありがとうございます。それでは残り2つあるんで、じゃあもう1回リベンジ、リベンジ戦いきましょう。はい、リベンジ戦で決まるか。じゃあ早速行ってみたいと思います。いきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。グーの方のみ。おー、すごい、グーの方、グーの方、お、結構いっぱいいる。もう1回いきますね。最初はグー、じゃんけんポン。あー、チョキの方、あ、チョキの方、あ、すごい、じゃんけんめっちゃ強いですね。すごいな。じゃあとりあえず、ま、受け取った方はちょっとあのお休みしてもらっとって、はい、じゃあチョキを出した方ちょっと前の方に集まっていただいていいですか。ちょっと立ってもらって、立ってもらって、どんぐらいいらっしゃる。あ、チョキ、チョキ、あの、さっき買った方、前の方に、前の方に、ぜひぜひぜひ、いいかな。1,2,3,4,5,6,7人いますね。じゃあこの7人の方で、あ、8人かな、いきますね。じゃあじゃんけんしますよ。最初はグー、じゃんけんポン。パーの方、パーの方、ちょっとアイコとチョキはごめんなさい、グーとチョキはごめんなさいなんで、勝った方だけ、あ、1,2,3,4人、1,2,3,4,5人、5人かな。あ、じゃあこの5人でちょっと対決していただこうかなと思いますので、じゃあ円になってください。こちら、こちらで円になってもらって、じゃあいきますね、この5人でいきますよ。最初はグー、じゃんけんポン。待って、え、一人勝ち、え、やったやった。じゃあちょっととりあえず、おいとで、じゃあちょっともう時間も来ていますので、この4人でちょっととりあえず、はい、やってください。最初はグー、じゃんけんポン。あいこでしょ、
バチバチですね。バチバチですよ。それではお二人どうぞ。最初はグー、じゃんけんポン、あいこでしょ、しょっしょでしょ。おー、勝ちました。おめでとうございます。皆さん拍手お願いします。それではじゃんけん大会の勝者お二人にはこちらハリボー、さっきカルディで買ってきたのでぜひね受け取ってください。何味がいいとか全然聞いてないけど、あ、優しい優しいですね。はい、ありがとうございました。じゃんけん大会でした。受け取った方おめでとうございます。はい、ということでありがとうございます。はい、じゃんけん大会、前回も、前回というか1時からもやったんですけれども、かなり盛り上がったので、ありがとうございます。すごい、ちゃんとお礼が言えるいい子ですね。素晴らしいと思う。私はそのまま成長していってほしいですね。あ、はい、美味しくいただいちゃってください。いいなぁ。いや、チャチャタウン小倉初めて来たんですけど、やっぱりこういう風にみんな温かい方が多いなと思って、すごくね、嬉しいです。私はまたね、今回ここに呼んでいただけるように、どん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 レベルアップして、私自身もたくさん活動して頑張っていきたいなと思います。それではですね、続きまして、私実はこのシンガーソングライターという活動をする前は、クラシックを歌ってました。クラシックっていうのは、まあ、オペラとか歌曲とかちょっとジャンルが違うような曲だったんですけれども、まあ、さっきねちょっとふるさと歌ってほしいみたいなリクエストっていうのかな、なんかそのお声がありましたので、ちょっと急遽瀬戸量を変更して、今からみんなが知っているあの童謡ふるさとを歌っていきたいと思います。はい、みんな一番歌えたりします？ふるさと。うさぎおいしいかの山ですね。はい、ぜひぜひ、もうね2回も3回も見ていただいて本当にありがとうございます。動画とか写真とかいっぱい撮ってください。そしてできれば一緒に歌っていきましょう。それではちょっと私も久々で緊張して、突然のことなのでドキドキしてますが、一緒に歌を歌っていきましょう。それではお願いします。さあ歌えるかな、私もドキドキ。みんなふるさと歌えるかな。私はいろんなところでこうして、まあ、自分の作った曲だったり夏メロメドレーを歌ったり、いろんなところで活動してるんですけれども、テレビ CM の曲を作らせてもらったりとか、あとは、テレビだったりラジオだったりパーソナリティもさせていただいてます。そして、まあ、ちょっと前のあれになるんですけれども、全国声楽コンクール金賞受賞ということで、そういった活動というかそういった顔もあるんですよ実は。はい、ありがとうございます。なのでぜひ私の SNS 中島はるかでチェックしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、楽しい時間はあっという間で、次で最後の曲になります。嬉しい。もう一回聞きたいな、もう一回聞きたいな。次で最後の曲になります。素晴らしい、皆さんの団結力ありがとうございます。はい、ちょっと早いもので、次で最後の曲になります。ちょっとチューニングをねさせてください。ちょっと、さっきの1時からのステージとはまたね、ちょっとガラッと曲調を変えてお届けしたんですけれども、まあね、皆さんに楽しんでいただけたかなって思います。
さっきも言ったんですけど、私 SNS とかもね、いろいろやってるので、よかったらぜひぜひフォローしてチェックしていただいて、そして今写真とか動画とかもたくさん撮ってくださってる方いるんで、よかったら皆さんのお力で中島はるか広めてほしい。はい、SNS ぜひ中島はるかちゃんよかったみたいな一言があるととても嬉しいので、はい、ぜひ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 よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後は私の作ったオリジナル曲、あいうえおという曲で最後皆さんとお別れしたいと思います。あちらの方で物販も行ってます。はい、オリジナル CD とかいろいろあって、でちなみになんですけど、私の、アルバム10曲入りのアルバム、先ほど、1時のステージで完売しました。はい、そうなんです、まあ、他にもあと4種類か3種類 CD もあるし、あとは缶バッジ、 T シャツ、チェキなどなどありますので、よかったら遊びに来てください。それでは大分から来たシンガーソングライター中島はるかでした。ありがとうございます。最後の曲はちょっと皆さんと心を合わせて、気持ちを合わせてコール&レスポンスっていうのをやってみたいんですけど、どうでしょう皆さん、元気ありますか？ある人は拍手をお願いします。ありがとう。それではちょっとサビのところを歌ってみるので、ちょっとね、練習してみましょうか。ああ愛して生きてゆこう、
様、本当ですか？わーい、ありがとうございます。いいんですか？アンコールいただいちゃいました。ありがとうございます。嬉しい。チャチャタウン、ここら本当に初めて来たんですけれども、皆さん温かい雰囲気でね、とても嬉しかったです。ちょっと雨が降りそうで、さっきもちょっと雨降ったんですけどね、まあ1時から来てくださってる方、3時まで残ってくださって本当にありがとうございます。どうしよう、アンコール。何も考えていませんでした。何があるかな、どうしようかな。そしたら、ちょっと皆さんアンケートを取ってもいいですか？じゃあ、どうしようかな。私的にはカバーが聞きたいかオリジナルが聞きたいか、ちょっとアンケートを今から急遽取らせていただきたいなと思います。カバーが聞きたい人、皆さん何が聞きたいんですか？オリジナルが聞きたい人。嘘、本当に？あら、ありがとうございます。手を挙げてない方は、嘘です、嘘です、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと1時からのライブでも歌った Wake Up という私のオリジナル曲、この曲私すごい大好きなんですけど、歌わせていただいてもよろしいですか？ありがとうございます。イエーイ、いや嬉しいです、本当にありがとうございます。まあね、オリジナル曲聴きたいって言ってくれてとっても嬉しい。オリジナル曲が入った CD も横で販売する予定です。でもうね、買っても買わなくてもすごい頑張ってくださいって言葉かけていただけるだけでも私すごく嬉しいので、ぜひぜひ遊びに来てください。それではアンコールありがとうございました。本当の本当の本当にラストオリジナル曲、ウェイクアップ聴いてください。
んでした。この後は、ステージ横こちらのテント下にて CD 写真グッズ販売を行います。もしよろしかったらですね、ぜひお越しください。よろしくお願いいたします。